ブックトークオンアジア。この音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究研究所がお送りいたします。こんにちは、中西義弘です。アジアに関する最新本について著者とお話をするブックトークオンアジア、今回は慶応義塾大学名誉教授の倉沢愛子先生をお招きして、2冊の本、1つ目がインドネシア大虐殺、2つのクーデターと史上最大級の惨劇、もう1つの本が楽園の島と忘れられたジェノサイド、バリに眠る狂気の記憶をめぐってについてお話を伺います。どちらの本も1965年にインドネシアで発生したクーデター未遂事件とその後の大虐殺について検討した非常に濃密な内容の本です。倉沢先生、こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ご著書ですが、大変興味深く、拝読いたしました。この2冊の本が扱うインドネシアでの、930事件とその後の虐殺の大体の内容で結構ですので、簡単にお話しいただけないでしょうか。はい、まず中高新書の方ですけれども、これは、いわば一応特定の地域を、インドネシアの特定の地域を扱ったものではなく、全体的な、そういう意味ではジェネラルなものです。ただ非常に自分でこう気を配ったのは、もうこれまでにも実はこの事件についてはいっぱい日本でも本が出ているんです。あまりご存じないかもしれないけど、たくさん出ているんです。で、そういうものとやっぱり差別化した方がいい、どこが違うかということをはっきりさせたいので、一般的にも知られていることはあまり書かないという形で踏み込んでいきました。でもそれでも初めて読みになる方もあるかと思いまして、最初の章だけは、序章だけは背景をちょっと詳しく話してますけども、後のところはかなり専門的な内容になっています。で、それは例えばスカルノがどうして権力を奪われていったのか、これすごい複雑なクーデターなんですよね。最初のクーデターは何を、スカルノを倒すためにやったクーデターでは何でもなくて、しかしその後の成り行きによって彼のやり方がまあ下手だったというのか、それでだんだん権力を失っていって、スハルトが権力を握るという、そういうことなんですけど、じゃあどうしてスカルノは何が間違ったのだろうかっていうような、そういう分析に踏み込んでいるわけです。例えばの話ですね。はい、それから虐殺と一口に言っても、虐殺っていうのは殺すだけじゃない、そのいろんな形のハラスメントが、共産主義者に対していろんな形のハラスメントがあるわけですけども、それはスクリーニングだったり逮捕だったり、そして最後には虐殺っていう、こういろんな段階があるわけですけども、それの違いと対象の違いなんかも説明しています。で、この殺戮のところに焦点を当てたのが、後でお話しするバリの炎なんですね。そういう形で一応ジェネラルなことをお話ししているけれども、かなり個別的に踏み込んだことを書いています。はい、ありがとうございます。簡単に補足をさせていただけると、インドネシアので、1965年の9月30日に、はい、クーデター未遂事件があって、でかなり幹部将校が7名でしたでしょうか、はい、殺害されたと、襲われて、はい、でこの事件が難しく感じてしまうのは、未遂事件があってクーデターが失敗したからそこで終わるのかと思いきや、先生が先ほどおっしゃったように、このクーデター事件をきっかけに共産主義者が、人数はまだはっきりしないようですが、100万人以上殺害されて、でしかも、それまで、いわば指導者であったスカルノが、失脚する原因にもなったと。で、次に権力者になるスハルト、結局1998年までですから30年以上インドネシアを統治する権力者がそこで生まれるきっかけになったという、非常に大きな事件だったと思うんですよね。単に指導者が変わっただけじゃなくて、この前と後とでインドネシアという国の体制がすっかり変わっちゃうんですね。簡単に言いますと、事件の前、スカルノの時代はナショナリズムをすごく強く表に出して、帝国主義との戦いとか、そういったことを中心に置いて
国づくりをやってきたんですけれども、その後に登場したスハルト政権はいわゆる、開発最優先政策で、それを持ち出した、権威主義体制を敷くわけですね。ですから、はい、欧米との関係がガラッと変わるわけです。事件前は欧米諸国と、いわば敵対してた、どちらかというと。で、事件後は欧米諸国や日本の援助や投資をどんどん取り入れて開発を進めていこうという体制でガラッと変わっちゃうんですよ、インドネシアという国自体が。そういう大きな意味を持っています。次の質問になりますが、東南アジアの研究をしていると、この930事件、インドネシアの930事件というのはかなり最初で学ぶような事件で非常に知られているんですが、ただ東南アジアについてあまり、知識がない状態ですと、おそらくカンボジアのポルポト政権下での虐殺の方がよく知られていると思うんですね。で、カンボジアでは、この本の中にも書かれていますが、その虐殺の記憶そのものが、観光資源に近い形で観光客も訪れるような場所その虐殺の傷跡を見るというのが、観光の一部になっていたりするわけです。それに比べるとインドネシアというのは、そもそもあの時代、あの事件で何が起きたのかというのが、長らく分からなかった状況があったと思うんです。で、この、本を、930事件について何冊か先生が本を書かれた背景としてですね、インドネシアで、この事件について新しい事実の発見などがあったんでしょうか。はい、1998年にスハルトが退陣してからですね、やはり大きな変化があったと、真相究明に関して大きな変化があったということは言えると思います。で、一つはですね、アーカイブ、公文書が解禁されているということです。で、これは必ずしも930事件のアーカイブじゃなくて、1960年代 の、 各官庁のいろんな文書がオープンにされている。で、そういうものを一つ一つ見ていくと、この事件に直に触れているものは少ないんですけれども、しかし、あのことに関係するんだなってことが分かるような、記述がたくさん実は出てくるんですね。そういうものを拾い集めていくと、かなりの方向性のようなものが見えてきたってことが一つです。で、もう一つは、やはり1998年以降、聞き取り調査が可能になったということです。で、それまではこんな問題で誰かに質問しているものならもう大変なことになってすぐストップがかかるんですけれども、でしかも相手も喋らなかったんですけれども、今は完全にオープンとは言えないものの、聞かれる方も少し気持ちを緩めて話してくれるようになりましたし、調査をすること自体は禁止ではなくなったんですね。ありがとうございます。その人の話を実際にですね、加害者、被害者の話を実際に聞くというところで、私が印象に残ったのはですね、この新書の、端書きに、こういった記述があります。私が追うのは単なる歴史事実の記述ではない。私が追うのはその歴史が形作った人の歩いた軌跡であり、そこに秘められたやりきれないほどの悲しみや深い怒りなのである。事件の被害者の生の声に触れることで、その悲劇を少しでもリアルなものとして感じてもらえればと願うというふうにあります。とても印象的な、かっこつけていかずと方法論になるんですけども、この人を描くという時にですね、先生の、工夫されたことといいましょうか、どういったことがありますでしょうか。とても、難しいご質問ですね。その人の顔をこう思い浮かべていく、あるいは動きを想像してみるっていうことですね。で、その人といっても必ずしも文書に出てくるのは個人名があるわけじゃない場合もあるんですけども、でも例えばこの官庁でこういう動きがあった、もっと具体的に言いますと、ある人物がスクリーニングにかけられた、査問ですよね、思想の査問にかけられた、その時に引き出されてきたその人物の答えとか全部それは文書に出てくるわけですね。で、それでその人の、なんていうのかな、顔も思い浮かべつつやる。で、その時にこれはどういう人なのかっていうことを必ず別の方法で調べる、徹底的にその人間を追っていくっていうことですね。追える限り、なんとかなんとか大佐って言って聞いたこともない名前だけど、一体どこでどういうことをしていた人なんだろうっていうことをできるだけ追っていくというような、例えばそういう
ことです。ですから制度がどう変わった、政策がどう変わったっていうことよりも、そういうあの個々人の動きってものにちょっと注目してみたわけなんですね。わかりました、ありがとうございます。あの次の質問なんですけども、この本のですね、一つの特徴としてですね、日本とのつながりについて非常に詳しく書かれていると思うんです。で、人物としてもですね、当時のインドネシアの大使であった斉藤静夫大使、あるいはスカルノの妻であった今のいわゆるデヴィ夫人ですね、根本直子さんの動きや、あるいは言動で、ご本人にも直接倉沢先生はインタビューもされているようですけども、この事件とその事件の後の虐殺、それから体制転換における日本政府の役割といったのはどういったものだったんでしょうか。とても微妙な立場でした。と言いますのは、あの事件前というのはもう本当に日本とインドネシアの関係はあのエモーショナルにも結びついていて、あの親しい関係だったんですね。エモーショナルというのは、スカルノという人物が結構日本びいきでして、日本占領期には占領された国なんだけれども、だけれどもとてもあの日本びいきでして、あのしかも今おっしゃった斉藤静夫大使っていうのは日本の占領期以来のスカルノの友人なんですね。そういう人が大使になって派遣されていた時にこの事件が起きたわけです。ですからその、大使 の、 あの影響力もあって、外務省全体として新インドネシア的、新スカルノ的だったわけです。もちろん中にはスカルノは結構共産主義に偏っているから、あれは注意した方がいいんじゃないのみたいな考えを持つ、役人もいたんだけども、全体としては新スカルノ、何があってもスカルノは支持しようみたいな姿勢があったわけですね。ですから事件が起きた直後もどちらかというと、スカルノさん大丈夫ですかっていう感じで、あのお見舞い の、 あの書簡を首相が送ったり、そういう形で、あの欧米諸国が冷たい目で見ているときに、日本はあの新スカルノで動いたんです。そういう状態が約1ヶ月ぐらい続きましたかね、事件から。であのスカルノ政権から経済援助を求められるんですけれども、あの、その時期もともとこんな事件がなくても、インドネシアは経済的に非常に困窮していた。で事件後さらに困窮したということで、経済援助、緊急援助を求められて、最初は外務省も検討するんです。でも徐々にあれよあれよ、待てよっていう感じで、アメリカの動きなんかを見て、これちょっと注意した方がいいなっていう風になってきます。つまりスカルノについてて大丈夫かなっていう、そんな感じですよね。そしてあの非常にスカルノに、親しかった斉藤大使ですら、事件から1ヶ月半あるいは2ヶ月近く経つ頃から、これはちょっとスカルノもまずいんじゃないの、今やってるやり方はこの聞く耳を持たないねっていうような感じになってきて、日本政府はそこからはもう援助もやめますし、あのやろうかと思ってたのをやめますし、あの静観するんですね。黙って情勢を見るんです。どっちにも組みしないで、っていう、どっちもというのは、あのこの頃権力闘争でスカルノと反スカルノ派のスハルトたちとの間にもう本当に何とも言えない権力闘争が、行われてたわけですけどもね。その時にどちらにも組みしないという立場をずっと取り続けて、3月11日その翌年の3月11日、つまり93事件から約半年後に、あのこれはスハルトによるクーデターなんですね。スハルトによる、スカルノ追い出しのクーデターが起こるんですけど、これが成功するんですけど、このあと急に日本は動き出します。今まで静観してた、よし時間が時が来たっていう感じで、スハルト政権を支持するという立場で動き出すんですね。ですから新スカルノだったのが半年の間にガラッとこう変わっていくわけです。それをもってデヴィ夫人なんかは非常にもうお怒りなんですよね。日本政府は裏切ったっていうような感じです。まさしくあのスカルノからもそういうふうに見えるかもしれません。あのそういう非常に静観して Wait and see ですか、そういう態度を取り続けました。でそれ以降はもうご存知のように、スハルトの開発独裁政権をもう全面的にサポートしてずっと来たわけですね。
少し追加で質問になるんですが、そのスカルノからサハルトへと、この日本の支援の先が変わったときにですね、その意思決定というのは、まあ、おそらく現場の大使よりももっとこう、まあ、本省であったり、はい、まあ、当時の政権与党であった自民党であったり、まあ、もうちょっとこう上のレベルで決まっていたと思うんですが、そちらの意思決定のこう流れみたいなものも分かっているんでしょうか。ああ、それは私今回対象としてちゃんと研究していないので、なるほど、そんなによくは分かりません。ああ、でも非常に興味深いところですね。はい、外交資料館の文書は読んでいるんですけれども、まあ、ですからそこに面白い技術も出てきます。その、迷いの、外務省内部にも迷いが随分あるわけですよね。うん、どうしていいのか、おろおろ、おろおろって言ったら失礼ですけども、やはり、アメリカやイギリス、欧米がどう出るかっていうのはすごく気にしながら、やってるわけですね。で、アメリカの方は非常に冷たく日本を見てるんですよ。冷たくというのか、最初の頃は日本政府はまだスカルノの催眠術にかかっているみたいな記述が出てくるんですね。しかしこれは時間の問題でもうすぐ分かってくるだろうみたいなことが書かれてるんですよ、国務省の文書に。まあ、そういう感じだったんですね。アメリカは静かに日本の変化を待った。で、日本もアメリカの出方をよく見ている、そういう感じだったと思います。わかりました、ありがとうございます。ではもっと聞きたいことはたくさんあるんですが、もう一冊の本ですね、ほぼ同時期に出版されたんではないかと思いますが、楽園の島と忘れられたジェノサイド、これはチクラ書房から出版された本になります。まあ、バリ島というのは日本人もよく訪れる、まあ、観光地ではあるんですけども、まあ、そのバリ島でですね、実はこの930の後の、まあ、共産主義者、まあ、必ずしも全員が共産主義者だったわけではないということでしょうが、まあ、共産主義者というふうに、まあ、見なされた人たちがたくさん殺されていると。で、その殺された人たちに、まあ、直接、まあ、被害者の家族にインタビューしたり、あるいは加害者にインタビューしたりしてですね、はい、1冊目の中高新書の、まあ、文書からこういろいろ事実を導き出していくというのとは、まあ、随分とガラリとこう手法、まあ、主に使う手法が変わってですね、まあ、倉沢先生は歴史家であると同時にこういうフィールドワークを得意とされているという、この倉沢先生のこの何て言うんでしょうね、多彩さがこうとてもこうよく現れた本だというふうに思って、でこちらの方がな作家性といいましょうかね、倉沢先生のこうやはりこうご自身の、まあ、考えだとか気持ちというのもこうしっかりこう表現されているような感じがしました。で、すいません、ちょっと私の話が長くなってしまいましたが、このバリですね、インドネシアでも各地でいろいろなこう虐殺があった中で、このバリ島での事件に、まあ、注目された理由ですね。で、もう一つはその他の地域と比べて、こうバリ島中でも、まあ、この本の中心的なこう対象地域になりますジェンブラナ、ジェンブラナ県、はい、ジェンブラナ県の虐殺にはどういった特徴があったんでしょうか。はい、バリ島をなぜ選んだかっていうのはですね、一つにはやはり非常にインテンシブに、狭いところで短い期間に、まあ、殺害された人の数でいうと、もうポルポトの殺害を超えてたと言われるぐらいインテンシブだったんですね。で、そういう凄まじさ、それをまず一つ選び取った。で、もう一つはですね、やはりこれはもうどんなフィールド調査もそうなんですけども、いきなりよそ者がそこへ入っていって調査をできるものではないです。で、そういう点で非常にラッキーだったのは、私は2005年から、つまり15年ぐらい前から、毎年このたまたま、このジェンブラナ県のある村に、ゼミ生と一緒に、毎年行きまして、ちょっとしばらく滞在してそこで村の人と交流するっていうプログラムを毎年続けてきたんですね。で、まあ、そのおかげで、こういう調査とは別に人々とはもうある程度仲良くなっていた。それがとても大きな特典だったと思います。で、そうなってじゃあそういう期待がない方は調査やるの無理っていう意味じゃなくて、私の言いたいのは、いきなり調査じゃなくて、その前にまず人間関係を作らなきゃいけない。で、それはもう、もどかしいけど、とにかく時間をかけなきゃいけない。で、それがたまたま、
私の場合はそういう学生の、学生を送り込んでたということによって、すでにできてたので、とてもやりやすかったっていうことが一つあります。それで本当にびっくりしたんですけど、殺した方の側の人も、堂々と話してくれたんですよね。でもこれもちろん一回じゃ無理です。何回も何回も何回も尋ねてって雑談していくうちに話してくれるんですよね。自慢話のようにしてくれる人もいれば、辛かったんだけどって言いながら話してくれる人もいれば、いろいろなんですけれども、本当に人間模様が一つ一つそのインタビューの中に描かれていました。はい、ありがとうございます。それでね、もう一つ、先ほどカンボジアで観光資源にすらしてるとおっしゃいました、はい、ちょうどバリは反対なんですよ、うん、この観光立国だから、観光地だからこそ隠したい、こんな残虐な過去があったことは知られたくないっていうのがインドネシア政府の立場ですね。ですから何の何て言いますでしょうかね、オブジェクトって言いましょうかね、その虐殺の跡を知るような記念碑もなければ何にもないわけですよ、跡形が、うん、だから多くの観光客は、うん、あのバリ島でって絶対言うでしょう、この平和なバリ島でっていう、その意外性ですね、うん、それはやっぱりたくさんの方が来てくださる中でちょっと知ってほしいなと思いました。はい、ありがとうございます。このタイトルの楽園の島と忘れられたジェノサイドっていうのはもうまさに今先生がおっしゃったことをそのままタイトルに込めた感じですよね。この本の中で、まあ、印象的なのはですね、その今おっしゃったように、まあ、殺した側の人で、まあ、殺してで殺した側にもですね、いろいろな当然心情があってですね、それを誇らしげに語る人もいれば、まあ、食い入る人もいて、で双方の証言が出てくるわけですよね。で私にとってはその、人を殺すっていうことの重大さを認識しながら、それでも何十人もこう人を殺めてしまったという人たちがいて、で彼らが、まあ、この本の記述を従いますと、まあ、宗教的義務感に駆られたり、あるいは殺害後に非常に精神的に不安定になったところを、まあ、イスラムの宗教指導者である、まあ、キアイと呼ばれる指導者に、まあ、沈めてもらったり、まあ、具体的に言うとこう水を飲むことで沈めたりっていうような部分が出てくるんですよね。でバリ島というのはインドネシア、まあ、ムスリムが多い国のですが、バリ島については、まあ、ヒンドゥー教徒の多い島なんですが、この宗教とこの、まあ、大量の虐殺事件との関係というのをですね、どういうふうに理解するのがいいんでしょうか。うん、難しいところですが、私はバリ島の場合は宗教はあまりその殺し合いの原因にはなっていないと思います、うん、軍なんかはそこに焦点を当ててムスリムを奮い立たせたところはあるんですけれども、うん、しかしそれ以前のヒンドゥー教徒とムスリムとの関係は決して悪くなかったわけ で何もそのしこりなんかなかったところへわざとそういうものを振り立たせたようなところはあるんですけども、うん、決して宗教は原因になっていないと思います。しかしながら今おっしゃったように、やはりその傷ついた心、両方とも傷つくわけです。殺された被害者の家族も、それから殺した方も、それを癒すのにやはり宗教ってものはいろんな場面で出てきています。重要な意味を持っていると思います。はい、分かりました、ありがとうございます。次の質問なんですけども、この先ほど忘れられたそのジェノサイドの記憶っていうのがどんどん忘れられていると、あるいはインドネシアとしてはまあ知っている人も隠そうとすると、まあ、そういう傾向があるということでした、うん、ただ、まあ、一方で、この本の中にも、インドネシア人の中でですね、当時の記憶、虐殺の記憶を、まあ、記録したりだとか、記憶を蘇らせようという活動をしている方もいるようなんですけども、この930事件っていうのは、インドネシアで今、どういうふうなこう運動を引き起こしたりだとか、あるいは、まあ、隠蔽しようという力も働くでしょうし、あるいはまた利用して、それをこう、なんて言うんでしょうね、イデオロギーとして使おうという人たちも出てくると思うんですけども、うん、そこら辺の動きを少し教えていただけないでしょうか。1998年にスハルト政権が倒れてからも決して、すっかり覆されたわけじゃないんですよ、うん、例えば共産主義は悪である、共産主義を禁止する法令ですね、これはそのまま生きています、うん、つまり
共産主義を信奉すること、共産主義的な団体を作ったりそこに入ること、これも全く禁止されています。ただ先ほど言った許されるようになったのは、この事件を研究者として調べることは可能になったんですけども、共産主義そのものは未だに許されていません。で、悪です、これはもう 最大の悪で、で多くの人は信じています。それを怖いものだってことを信じています、そういう教育をずっと受けてきて、そのままそれがまだ引き継がれてるんですね。で、あれはかつてアブドゥルラフマン・ワヒドという大統領、イスラムの指導者が大統領になったことがあるんですね。4代目の大統領に、ですから民主化後の、本格的な最初の大統領です。この方が実はその禁止の法令を廃止しようとしたんですよ。そういう動きを進めていたんですよ。イスラムの指導者ですよ。どちらかというとその殺害に、の中心になった組織の総裁だった人です。ご自分自身はその時海外留学していて関与してはいないんだけれども、とにかくそちらの方の人がこの共産主義を悪だと決めつけるこの法令を、廃止しようとした。ところがその直後に彼は議会で、インピーチメントっていうんですか、とにかく罷免ですね。ごめんなさい、罷免させられるんですよ。それは表向きの理由は違う理由ですよ。大したこともないような汚職まぎ、汚職見えたことを取り立たされてですね、そんなことぐらいで普通政治家は倒れないんだけれども、それを原因で罷免されるんですよ。こんな前代未聞のことが起こる。ですからこれは恐ろしいです。でその後に大統領になったのはスカルノの娘であるメガワティですね。でこの人が何かやるかな、復讐するかななんて思ってたんですけど、とんでもない、彼女も何もできませんでした。その父親の弁護するようなこと何もできませんでした。ですからこれほどやっぱり根が深いんですよ。インドネシアの社会全体としては共産主義は悪だということを支持する、そういう風潮が強いんですね、未だに。これは変わっていません。だからいくら研究しても結論はやっぱり共産主義は悪だったところにインドネシアでは行っちゃうんでしょうね。行かなきゃまずいんでしょうね、多分。なるほど。外国人だから私たちは書けるけども、こんな風に難しいんだと思います。ありがとうございます。私も2014年ですね、大統領選挙があった時にジャカルタに、3、4ヶ月滞在して、そのタイミングで滞在していた時なので、しまして、はい、大統領選挙のキャンペーンを観察する機会があったんですけど、そのコミュニストだと共産主義者だと呼ぶことがネガティブキャンペーンと言いましょうかね、あえて性的に対する攻撃になるんですよね。致命的な、それは結構私にはショックというか驚きでした。はい、もうやはり死後と言いましょうか、今日もそういう言葉レトリックが通用しない世界がいろいろなところにある中で、やっぱ今日インドネシアではやっぱその独自の意味を持ってですね、今も生き続けているんだなというふうに思いました。そうですね。はい、すいません、最後の質問になるんですけども、これは2つの本も離れてですね、倉沢先生は私もこう見ていてですね、定年退職されて名誉教授になられてからも本当にたくさん、いや、なられたからこそそのい こう研究の時間が増えたのかもしれませんが、たくさん論文も書かれて本も出版されているわけ でおそらく今も次の本に向けて、あるいは次の研究に向けて調査をされていると思うんですけども、今取り組んでいる、あるいはこれから取り組みたいような研究があればですね、ぜひ教えていただきたいんですが、いかがですか。はい、ちょっと全然このトピックとは違う、このトピックでもまだもう一つ書くつもりです。そうですか。関係で書けなかったことがまだあるので、実はもう一つ書きたいと思ってます。それは一つはこの中で
雑誌論文とかには書いたんですけども、華人がどういう立場に置かれていったか、そして中国との関係がどうであったかっていうことは非常に大事。これは冷戦の時代のことですから、やはり中国とかソ連とかがどう動いたかってことは大事、中でも中国の動きは大事なんですね。ですから930事件と広い意味での中国で、中国の中には華人も中国系の民族である華人のインドネシアにおける運命も含めて、それを一冊にまとめたいと思ってます。そうですか、素晴らしい。はい、それからもう一つ、ね、はい、これも半分冗談と思って聞いてください。私は実は今就活、終わる方の活ですね、人生いつ終わってもいいように、後のことをきちっとしておこうと思って、例えば資料の整理とか、はい、デジタル化とか、そういったことをやってるわけですね。で、昔学者が女になるときって本を書いたことがあるんですけど、女が学者を辞めるときっていう本を書こうかってこう冗談で言ってましたら、ある出版社が取り上げてくれましてね。でただし、そのタイトルまずいんで、女は学者を辞められないっていうタイトルで書いてくださいって言われて、近々これも出させていただくんですけども、今おっしゃるようにやっぱりやめられないかもしれませんね。整理するけど。楽しみですね。どちらの本も楽しみです。一生走り続けていきたい。走り続けないと、もう途端にうつ病にでも落ち込んでしまいそうな、そんな気がします。見習いたいものです。はい。では、今日はどうもありがとうございました。大変面白い話を伺うことができました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。本日は慶応大学名誉教授の倉沢愛子先生をお招きして、2冊のご著書、1冊目は中央公論新社から発売されたインドネシア大虐殺、2つのクーデターと史上最大級の惨劇、もう1冊はチクラ書房から発売された楽園の島と忘れられたジェノサイド、バリに眠る狂気の記憶をめぐって、この2冊についてお話を伺いました。ブックトークオンアジア。この音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究所がお送りいたしました。